もう自分にとってのタトゥーはもう自分ですかね、完全に自己表現ですね。DJ の藤戸龍です。楽曲の制作といわゆるナイトクラブ、ライブハウス、コンサート会場、いろんなそういうパーティーで DJ をやっています。子供の頃とかはやっぱセックスピストルズにすごい衝撃を受けて、父親がもうあの中にいそうなような人だったんで、すごい好きだったっすね。それで音楽が好きになって、ヒップホップで言うと、僕が中学の時はもうやっぱエミネムがすごい流行ってたんで、最初はそれですかね、やっぱ。父親さっきも話したんですけど、バンドをやってた人間で、お衣装やったり絵を描く仕事をしたり、今は普通に塗装業やってるんですけど、母親は絵描いたりデザイナーをやったり環境問題に取り組んだりいろいろやったりしてましたね。家族構成は僕、両親は離婚してるんですけど妹がいますね、はい、母親と妹、父親と僕で住んでましたね。堀市やってましたね。僕がでも本当に小さい頃で、小学校低学年ぐらいの時までやってたんですけど、僕が小学校からこう帰って家に入って入るとリビングでこう親父がおじさんにこう入れ墨を彫ってたりとか自宅でやってたんでそうっすね。だから入れ墨はもう子供の頃からもう結構当たり前に触れてきた感じですね。親父の友達もみんなめちゃくちゃ入ってましたし、その父親はなんかすごいこうなんていうんですかね、いろんなことをいろいろやって何年かやってこう、 うまくいきだしたらやめちゃうんですよだから多分タトゥーもこう一通り、もちろんそんなめちゃくちゃ本気でやって堀石さんほどうまいとかじゃないと思うんですけど、こうなんか違うことをまたやりたくなってやめたんですかね、きっと。正直もう物心がついてない頃だと思うんですけど、そうっすね、もう当たり前に見てきたんで、逆にあんまおーとかこう印象っていうのがもうなくて、なんか母親によく言われるのは、こう小さい頃よくペンとかでめっちゃ自分の体にいつも絵描いたみたいなそうです、僕が真似してでもそんな感じですよね。そんなになんかこう印象っていうのはあんま覚えてなくて、当たり前みたいな。そうですね、タトゥーを入れようと思って、タトゥーはずっともう子供の頃から当たり前に入れようと思ってて、で父親がそうやって彫り師やったのもあって、父親に彫ってくれってお願いしたんですよ。それもまだ多分中学校卒業したぐらいで一回お願いして、したらダメだって言われて、二十歳に行ってないで人に彫ると障害になるからタトゥーは彫れないって言われて、まあ二十歳になったら彫ってやるから彫りって言われて、それで二十歳になったその誕生日の日にもう親父に行って彫ってくれって言って、で彫ってくれました。でも親父はなんかすごく多分もう10年以上人に彫ってなかったし、僕に彫るのにすごい緊張したのか、すごいベロベロな状態で彫ってくれて、で途中でうまくいかないからもう金あるから他行けって言われてそうですね、それが初めて彫った中ですね。それはこれです、はい、全然綺麗とかではないですけど、やっぱ思い出としてそのまま撮っといてます。いや、 やっぱ父親ですね。父親にすごい憧れてる部分が子供の頃からすごいあったんで、やっぱ当たり前に俺も入れたいなってずっと思ってました。このトリルっていうのは意味がトゥルーとリアルの造語で、そうですよ、アメリカの UGK っていうラップのグループがいて、それのピンプシーってもなくなっちゃったんですけど、なんかその人が作った言葉って言われて、で僕はその人たちとか、そのヒップホップの中でもアメリカのこの南部のダーティーサウスのラッパーたちがすごい好きで、でこのトリルっていう言葉がすごい好きで、で当時僕がヒップホップのグループやってたんですよ。ラッパー3人ハーフのラッパーと一緒に、で僕がバック DJ とトラックもたまに作ったりさせてもらってて、でそのグループの名前トリルグリルズって名前にしてて、でそうですね、本当はだからこっちにトリルって言ってこっちにグリルズって言おうと思ってたんですけど解散しちゃったんですよちょうどその、まあ二十歳にならないと彫ってやんないよって言われたんですけど、一個の自分のこう節目っていうんですか、
こう音楽でやっていくぞっていう腹をくくったタイミングでもあって、そうですね、そこにはすごくこのファーストタトゥーは大きな変化なのかなって思うんですね。やっぱ最初で腕も選んでますし、もちろんだから腕からこう全部入れるつもりでしたし、それの一歩目っていう感じですかね。基本的に僕結構バラバラ自分の好きなものをバンバン入れてくっていうスタイルで、うん、そうっすね。これとかは沖縄の彫り師のあきらくんって人がいて、その人に彫ってもらったんですけど、単純に僕も子供の頃からすごい骸骨が大好きで、なんか骸骨めちゃくちゃ入ってるんですけど、まあその中の一つですごい気に入ってるやつですね。でこれは割と最近入れたやつなんですけど、ライオットで真ん中側のキーマークになって、これは D さんって東京の彫り師さんに入れてもらったんですけど、これは僕がクラブで自分のパーティーでサバスって名前のパーティーをハーレムでやってるんですけど、そのパーティーでタトゥーブース、ライブタトゥーとか占いとか、うん、あとなんですかね、そういうオカルトなものとかライブアートとか僕が好きなものをこう集結させてる僕のパーティーで、そこでライブタトゥーで入れてもらったんですね。あとどれこれとかこれもそのライブタトゥーで入れたんですかね。これはベルゼバブってあの悪魔ですね、クソの山の王って言われて、子供の頃からなんかこれすごい好きでハエなんですけど、でこれがヒプノタイズマインズって、僕がすごい一番好きなヒップホップのグループ36マフィアって言うんですけど、もう今すごい今更すごいメジャーな感じになってるんですけど、そこのレーベルのマークですね。でこれはもう666ですね、悪魔の数字って言われてるんですけど、これは口の中にも同じ666が入ってます。これ もう結構悪魔とか骸骨ばっかなんですよね。これも逆五芒星の悪魔の星ですし、これは横浜の僕が DJ をしてもらってた、ブリッジってクラブがあって、そこのすごい先輩がいて、その人が彫ってくれたんですけど、その人がタトゥーを始め彫り師始めたいって言ってて、そういうのこう一人目としてやってもらいました。そうですね、なんか子供の頃から悪魔とか骸骨がすごい好きで、遊んでたおもちゃとかもそんなんばっかで、父親がそういうのがすごい好きな人だったっていうのを思うんですけどですね、正義の味方のキャラより悪役が好きみたいな仮面ライダーでも敵の方が好きみたいな感じでしたね、ずっと。そうですね、完全にそうですね。あ、これはそのパーティーで、その僕がやってるそのパーティーで、その D さんにライブタトゥーやってもらってて、僕も D さんも朝めちゃくちゃ酔っ払ってて、ノリで朝方に掘ってもらいました、酔っ払ってこれも悪魔ですけどねですね。であとここにはソルベコアグラって、なんか錬金術の定義みたいな、これも悪魔のバフォメットってあのヤギの頭のやついるじゃないですか、あいつの腕に入ってるんですけど、その悪魔の絵にここにソルデコアグラって書いてあって、でそれこれを入れたんです。でもこれ掘る前に調べて知ったんですけど、僕マリリン・マンソン大好きなんですけど、マリリン・マンソンも同じのここに入ってるんですよ。おもうこれにしようと思って、ここに入れようと思って。そうですね、これはそのさっき話した沖縄のアキラ君に掘ってもらったやつで、これまだ途中なんですけど、そうですね、骨になってて、やっぱ DJ やってる上でこう手ってすごい大事というか目立つじゃないですか。やっぱそこでなんかこうあんま俺大きいのって入ってないんですけど、ここがなんか大きいの入れたいなって思って、でも去年ぐらいに多分なくなっちゃったと思うんですけど、ゾンビボーイっていう全身骸骨のやつ言うじゃないですか、あいつが手に骨入ってるの見て、あこれやばって思ってずっとやりたいなって思ってでやりました。ちょっとテストを変えてもらったんですけど、もちろんこれもその初めて僕に人に本のも初めてな、その先輩が掘ってくれたステイフライって書いてあるんですけど、これも36マフィアのその曲のタイトルで、まあ飛び続けるみたいな、ずっとイケてる状態であるみたいな意味ですね。これもその人ですね。これはイービルです。まあモロソンのも悪魔ですけど、イービルにデビルじゃなくてイービルで角と尻尾が生えてて、でこれは骸骨で、あと何があるか、
俺も36マフィアのそのジューシー J っていうラッパーのなんか一時期すごい掲げたウィートリッピーメンぶっ飛んでるみたいな意味なんですけど、そうっすね、そうっすね、まあその団体のでその曲のやつですね、ここに行こうだよで実際ちょっとそこのラッパーと会ってこれ見てめちゃくちゃ喜ばれて、めちゃくちゃ一緒にその日遊んでました。これはあれっすね、ウロボロスですね、なんか無限みたいなやつですね。これはあのエルム街の悪夢って映画のフレディっていう、わかります、結構古い映画なんですけど僕すごい好きな映画で、それのこう夢の中に出てきて人を殺す殺人鬼みたいな、子供を殺すんですけどあ、これちょっと意味あるですね。これあのタロットカードのハングドマンっていうカードのやつなんですけど、罪人みたいな、こう吊るされてるんですよね、逆さまに。で意味はそれ罪人って悪い意味なんですけど、そうなんか耐えるみたいな、苦難に耐えるみたいな、耐える力みたいなそういう意味ですかね。耐えるのって大事だなと思ってそうですね、そんな感じですかね。手はこれ去年亡くなってしまった XXX テンタションってラッパーがいて、それと同じタトゥーを入れたんですよね。ちょっと亡くなってすぐ入れたんですけど、なんか僕的にはそのなんかめちゃくちゃ若いアーティストなんですけど、なんかこう知らないこう人が亡くなってしまって、なんか本当にちょっと落ち込んでしまったのが初めてで、結構衝撃的で、なんかその時に入れましたね。これも完全に好きだからで、でこれその沖縄のこの同じアキラ君に泊まったんですけど、完全にイメージ伝えて、その角が生えてる使ってって言って、そしたらもうめちゃくちゃいい感じに描いてくれて、おでこにそのこの逆語方正まで出してくれて、でそれで彫りましたね。本当はまだこれちょっと続いて首までこう骸骨骨っぽい感じで続けようと思ったりしてるんですけど、そうですね、まあなんかアナーキーマークはもう本当意味通りの政府主義で、僕はもうそういう日本の政府で縛られたくないっていうか、まあ、縛られてないというか、まあ、単純にそういう意味だと思います。お腹にはグリードって入ってるんですけど、まあ、強欲みたいな意味なんですけど、まあ、常に僕は強欲に生きていきたいなと。あとプラスもしこう年取ってめちゃくちゃ太ってお腹出てきてもここにタトゥー入っててこう伸びてもグリードって強欲って意味だったらちょっとかっこいいじゃないですかもし太ったらと思ってグリードって言いました。やっぱりそうですね、この手のこのタトゥーに関してはすごいいろんな人に話しかけられますね。海外から来たデザイナーとかアーティストからも話すなり、結構逆にこっちが知ってても、あ、知ってるような有名な人でも、何そのタトゥーもやばいじゃんみたいな話しかけてくれたりとか。そうですね、あとまあさっきも軽く話したんですけど、このヒポノタイズマインズってタトゥーを入れて、その36マフィアに実際会った時に、うわマジかみたいな、日本人でそんなやついるのかみたいなリアクションしてくれて、でそこでもうなぜかひたすらジーマンをめちゃくちゃ飲まされてでめっちゃそれなんか仲良くしてくれたんで、それはやっぱこれ入れててよかったって思ったですね。ただ好きで入れたんですけど、困ったこと、俺プールとか全然好きじゃないんですよ。まあたまにこう温泉とかは地方にこう結構遠征で行かせてもらうことがよくあって、で温泉とかホテルについてたりするじゃないですか。やっぱそういう時は入りたくて、やっぱ一応気使って夜中とか遅めには入るんですけど、この間行った時に、どこだっけな、東北の方に行ったんですよ。で温泉がついてるホテルを用意してもらってて、よし温泉入ろうと思って11時ぐらい、まあちょっとこう仕事前に入って11時ぐらいに入りに行って、入ってったらめちゃくちゃあの修学旅行生みたいな団体がいて、めちゃくちゃいっぱいいたんですよ。で入ってってこう、ああ申し訳ないなと思って頭洗って入ってったらもう全員出ちゃいましたねそれはなんかこうせっかく思い出作りできてるのにごめんなさいと思ったっすねはい、ちょっとそれは初めて心痛かったですまあ僕は正直やっぱりこう外国人が今日本にいっぱい来る流れで、風呂とかプールとかジムにしても緩くなってくれたらそれはもちろんいいことだと思うんですよね。で
でも僕らも別にもともとタトゥーを入れる上でそういう規制っていうのは分かってますし、それはもうしょうがないと思いますね。別にそれで俺が風呂に入れないかプールに入れないかなんだこうだふざけんなとか帰ろうとかは思わないですね。ただまあ変わった方がいいんじゃないのかと思うんです。なんかそういう人を見た目で判断するっていうものになってたりとか、こうまあそういうお仕事の人がやってるっていうイメージ、これは多分ちょっとあんま結びつけない方がいいかなと思ってて、まあ、クラブでもタトゥー NG ってたまにあるんですよね。それはふざけんなっすね聞いてあまあ結構普通に仕事で行ってゲストで呼んでもらったりしてもまあこういろいろつけてくれてって言われる時もあったりとかして、まあそれはちょっと違うのかなと思うんですよね。例えば超有名な他の海外のアーティストが来た時にそれつけんのかって言ったらつけるわけないですし、それはちょっと話が違うですよ。俺今あのアベマ TV っていうあるじゃないですか、ウェブ TV でアベマミックスっていう番組に出てるんですよ。でそこでこう生配信でこう映像を映りながら DJ やってるんですけど、やっぱこのコメントっていうのをかけて、コメントで俺のタトゥーなんかすごい汚いとかめちゃくちゃ書いてくるやつがいるんですよ。でまあ実際僕全然そんな綺麗じゃないタトゥーも入ってるんですけど、別に僕はもうあなたたちに見てほしくて入れてるわけじゃないし、僕の勝手に入れてるんで別にとやかく言わないでよくねっていううざったいなっていう話ですねはい、それは言いたかったです、ね、綺麗か汚いかはお前らには関係なくねみたいなとりあえず僕はなんかあの結構友達同士でこう掘ったりとか、中学生の時になんかノイで入れたようなそういうのとか結構好きなんですよね。海外とかじゃ多分、まあ、悪い人はこう刑務所で掘り合ったりとか、不良の仲間同士で掘り合ったりとか、あの映画のスタンドバイミーって映画あるじゃないですか、あれとかでもこう普通に車止めてなんかどっかの外でめっちゃこうタトゥーを彫ってるシーンとかあるんですけど、やっぱそういうの見ててすげえ憧れてたんで、まあ、僕はそういうなんか綺麗とか汚いとかよりもこう自分のこう、まあ、もちろん綺麗なタトゥーかっこいいですし、でも汚いタトゥーもいいんじゃねえみたいなって思います。そうっすね、 D さんとアキラさん、アキラくんは本当に普通にクラブで知り合ってて、しかもお二人とも同じ渋谷のソーシャルクラブ東京ってところで知り合ったんですけど、僕結構そうっすね、仲良くなった人に会ってほしいっていうのはあるかもしれないですね。アキラくんに関してはこうクラブで会って入ってる例えばすごいなんか、うん、めちゃくちゃ好みで、めちゃくちゃかっこいいですねって言ったら、僕ホリシーなんですよってなって、じゃあちょっと掘ってくださいみたいな感じで、そこから掘ってもらってますね。まあ、でも沖縄の人なんでなかなかこっち来れなくて最近は会えてないですけど、Dさんはそのクラブのバーテンをずっとやられて、それでこうずっと仲良くしてもらってて、でホリシー始めたんだよねみたいになって、ぜひ掘ってほしいですって感じで、それで掘ってもらったんですね。でやっぱそしたらこう結構僕のやってほしいことをそのまま言うと、すごい D さん内にうまくやってくれたりとか、僕の今や DJ して DJ としての富士トリューっていう名前のロゴとかも D さんが作ってくれて、その辺もこう僕が伝えたことを D さんなりにこううまく表現してくれるっていうか、もう自分にとってのタトゥーはもう自分ですかね、完全に自己表現ですね。何回も先書いてるんですけど、やっぱり子供の頃からずっと変わらず好きなものとか好きになっていったものとか、その一個ずつを体に刻んでってるっていうイメージですかね。自分がこう思ってることとか、こうありたいこととか、そんな感じですかね。次は首にこう入れたいなと思って、結構デカめにこうこう来る感じで、ちょっとこうなんですか、ちょっとグロ目でこうはみ出る感じで行こうかと。そっからもうちょっと顔を入れてって、まあ、顔はそんなにめちゃくちゃいっぱいは入れないかもしれないですね。頭入れたいですね。頭はもしいつかこう髪がなくなったりしてもブワーってできるように、徐々にこの横の方とかから老後のためにも入れていこうかなと思ってますね。